はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうね。です。はい、今日の漫画ちゃんは何でしょうか。今日久しぶりにコナンから、おコナンのオリジナルアニメがぶっ飛びすぎてるまとめ。なになにコナンのオリジナルぶっ飛び、コナンのアニメオリジナルがぶっ飛びすぎてる件ですよ。アニメオリジナルぶっ飛び、はいはいはい。コナンってまあ漫画ももちろんありますけど、うん、はい、あのアニメオリジナルがあるんですね。でこの前そのアニメオリジナルのトリックとかちょっとやったんですけど、うん、はいはい、11月27に放送されたコナンがテレビで放送されたんですけど、そこで、うん、あのコナンっていうのがトレンドの1位とかに入ってたんですよ、うん、もう何かなと思ったら今日もコナンのアニメオリジナルがぶっ飛んでいたみたいなのが話題になってるわけですね。それがある脚本本家の人がコナンのオリジナル手掛けるとぶっ飛び回になるわけですよ。何それ。でその人はどんなのを今までやってきたのかっていうのをちょっとまとめたいと思います。はい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 、なるほどなるほど、うん、もうそこはもう分かってんだ。そう、その人がやったらっていうのが。でこの脚本家が浦沢さんという方で、浦沢さん普段はコナンは青山さんがねこう書いてますけど、アニメオリジナルは、はいはい、青山さん監修じゃなく他の人が書く、はい、書くやつもあると。でそれを何人かで回してたりするんです、オリジナル作品は、はいはいはい、でこの浦沢さんがね書くともう毎回トレンドに入るんですよ、うん、そんなに。だコナンがトレンド入るのはもうこの浦沢さん回だという感じですね、毎回。サザエさんは堀川くんだけど、こっちは浦沢さん、こっちは浦沢さん、それやると入る、ね、キャラクターみたいな、キャラクターみたいになってるけど。で浦沢さんはね、あのね昔ボーボボとかもちょっと携わってたり、もうそれだけで面白いじゃん、してる方なんですけれども、はいはいはい、ボーボボやられてんだ。で何が話題になったかというと、11月27日、もう最新だと思います、はい、これ上がってるまで浦沢会がなければ、うん、ケーキを愛する女のバラードという話で、うん、源太光彦あゆみちゃんは洋菓子の洋菓子パラダイスという新工場建設予定地の廃墟の前で話をしていたと、うんうんうん、するとコンクリートの残骸の中から人間の右手が出ていることを発見、思わず失神してしまう。そんな3人を見つけ話を聞いたコナンは現場の結婚に気づく、うん、3人が 見た右手の人物は、うん、コナンが来た時はもういなくなっていると、運ばれてね、うん、で結婚を追いかけて洋菓子パラダイスの店舗にやってきた4人はどうなったのかみたいな、そういうお話だったりするんですけれども、はい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 。でそれで話題になってた一コマがありまして、何どうなってんのこれ、これあのどうなってんのこれ、小豆ですね、小豆小豆に顔が埋まった状態で死んでると、あんこにシンクいっぱいのすごいね、あんこですごいね、溺れて殺されたんじゃないかってなっておい斬新だぞ今日の回ってなったんです。斬新すぎる、あんこで溺れてんのすごいな。なんでこんな、うん、結局は最後まで言ったらこれあんこに溺れて殺害されてたわけじゃなくて、背後から襲われて結局あんこに入っちゃったって話だったんですけど、うん、なるほどね。でこの一コマを見た時に、うんうん、ああ浦沢会だ今日はってなったんですね。すげえな、みんなわかるんだ、あーってなったね、こんでするのは浦沢会だぞっていう、うん、みんなすげえな、うん、っていうのがあって、こういうなんかちょっと変わった回があるのが浦沢回で、でそれをちょっとね、うん、いくつか紹介したいなと思います。なるほどね、うん、まあ、まずこのシンクいっぱいにあんこがあるっていうのがもう面白いもんね。どういう状況なんですか、なんかその工場のあんこのなんか鍋とかじゃなくて、シンクにあんこがなみなみ入ってるっていう、すごいよね。どういう状況なの、うん、そんな状況ある、気持ち悪い話だもんね。気持ち悪いよね、うん、っていうやつですね。はいはい、では昔の話ですね、うん、はい、昆虫人間の秘密という話です。もう面白いな。昆虫人間、もう多分理解は基本できないと思ってあらすじ聞いてくださいね、うん、はいはい。元太に連れられたある村にやってきたコナンたち、はい、元太は巨大な虫取り網を用意しており、うん、村運営の昆虫人間牧場に行って昆虫人間を捕まえるつもりでいた。そこはそこ何そこ、いやもう分からん、村が運営している昆虫人間、なんだ。駅に降りた時不気味な音が聞こえてくるが、元太はそれを昆虫人間の声だと言い出し、音が聞こえる場所へ向かう。しかしその音は村人たちが使用しているショベルカーやブルドーザーの音だったと。
昆虫人間の声ではないことにがっかりするコナンたちだったが、はいはい、コナンたちの姿を見た村人たちは一斉にコナンたちを睨みつけ、驚いたコナンたちは慌てて逃げ出したと、うん、で村の方まで逃げてきたコナンたちは、うん、カブトムシの着ぐるみを着た男に出会う、うん、その男の話によると1年ほど前に元村長が昆虫人間牧場を作ると称して、うん、この村に眠るカガヒ人間の宝を独り占めしようとしていたことを知り、うん、村の大人たちは元村長の死後にカガヒメの宝の発掘にこう力を注いでいるという、うん、というお話ですね。あらすじで言うと、うん、理解できてますか？いやできないよ、全然わかんない昆虫人間が全然処理されてないのよ、うん、あらすじの中で、うん、怖いでしょ、うん、怖い怖い怖いよ、どういうこと、うん、これ要はまあ昆虫人間っていうのは、うん、まあ昆虫人間牧場ね、まずだからじゃあ、まあ、いやまずだ、その何何何どういうこと、最初は昆虫人間を虫取り網で捕まえることができる施設だとみんな思ってたんですけども、うん、後の説明で、はいはい、子供たちが昆虫の着ぐるみを着て遊ぶ遊園地だということが判明しますと、うん、全然違うじゃん、はあはあ、なっちゃうタイプね、だから自分が着ぐるみでね、じゃコスプレして楽しめるよってことね、はい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 、楽しめるよっていう、それが昆虫人間牧場ね、はい、で名前が良くないな名前がすごいよな、この村長はどうしても昆虫人間牧場を作りたかったんですなんどういう野心なのそれ、この森は国立カジノ付きのスーパー銭湯を建設される予定になっちゃったわけですよ、うん、ああ商業施設が建っちゃうと、カジノ付きの、そうそうそう、でその反対だったこの村野さんっていうのは、はいはい、ガのコスプレ、ガかな蝶かな、うん、のコスプレを買って、はい、そのコスプレを着た状態で役人の目の前に飛び出すことで、先ほども言いましたガガ姫っていう、この前説に伝わるこの昆虫をこよなく愛した姫っていうのがいるんですね、そのガガ姫の幽霊になりきって、うんうん、国立カジノ付きスーパー銭湯の建設計画を中止にしたんですよ、わかります、えガガ姫が怒ってるぞってことでそんな昔話みたいな展開あんだねでみんなやめたわけですね、やめたんだ、そうやめたんだ、すげえ、で村野さんはそこで昆虫人間牧場をね作ろうとしたら好きです、はいはいでも村野さん末期がになっちゃったんです、あらら、で村長を辞めた時もあと1年だけしか命がないと、うん、だからこの村野さんはどうしても昆虫人間牧場を作りたかったんで、はい、偽の宝の地図ってやつを作って、ガガ姫の宝がこの辺りにあるんだぞっていう偽の宝の地図を手に入れたっていう言うんですよ、うん、でそしたら村人はその通りに掘っていくのね、うんうん、でその通りに掘っていくと、なんと前方後円墳ができるんですね、で前方後円墳ってあのお墓じゃないですか、うん、でそこを完成、みんながその村人がこの掘ったのが前方後円墳になって、そこがガガ姫のお墓になるように仕組んでたっていう、はいはい、理解できますかこの話なんか途中からちょっと半分は分かってないな、うん、ほとんど分からなかったまあだから村長は死んじゃってもなおこの村人たちにこのガガ姫のというもの伝説を残したいっていうのと、この昆虫人間牧場を今後こう作っていきたいっていうのを残すためにその宝の地図を作ってたみたいなお話なんですけれども、殺人はこれ起きてない、これはね殺人は起きてないんです、あそういうパターンもあるんだ、基本あんま浦沢さん結構起きないパターンが多いんですよ、そうなんだ、だからこれは別に何も起きてないっちゃ何も起きてないんですよねそうだよね、うん、要はこの人が、宝を独り占めしようとしてるって噂になっちゃったんです、その宝の地図持ったまま死んじゃったから、はいはい、けどその宝の地図はこの人は作ったもので、実はそれが前方後円墳になるもんだったよ、うん、みたいな、うん、だからみんな踊らされてたってことでしょ、うん、踊らされてたハッピーエンドって話ですね、だからまあそう殺人起きてないしね、まあ、殺人起きてないからね、うんうん、っていう感じですね、で次、東京バールズコレクションです、うん、バールズ、バーがねおバーのバーガールズじゃなくてねいやいやいや、もう面白いじゃん、なんかこれクレヨンしんちゃんとかでありそうだね、ありそうでしょ、クレヨンしんちゃんのねパロディとかでありそう、ありそう、これはあらすじ、古豪のファンだと乗る豊子という方から、はい、月島にある豊子が営むもんじゃ焼き屋に招待された古豪、うん、で写真が若い女性だったため古豪は期待していて、コナンも一緒に行きましたと、でもその店に到着すると、うん、実際に豊子は老婆だったわけですね、うん、で古豪はひどいショックを受けてしまうと、おばさんじゃねえかよっていう失礼なやつだなでその後古豪は
はコナンとこう、まあ、トヨコさんからもんじゃ焼き、まあ、食べてくださいよってことでもんじゃ焼きを振る舞われますと、はいはい、で美味しい美味しいって食べてたらトヨコも、まあ、もんじゃ焼き一緒に食べてたわけですね。そしたらトヨコが食べたもんじゃ焼き何かを喉に詰まらせてしまう騒動が発生します、うん、でなんと喉を詰まらせたものはキャベツの芯 ですぐ吐き出したんで大事にはならなかったんですけれども、うんうん、このトヨコさん、うん、誰かが私のもんじゃ焼きにキャベツの芯を入れた誰かがキャベツの芯で私を殺そうとしたんだと言い張ります。えでトヨコは犯人が幼馴染の3人の幼馴染の誰かだと疑い小五郎に犯人探しを依頼するというお話でございます。やば、要はこれは殺人事件起きてないですね。トヨコさんのキャベツの芯を入れたのは誰かという話です。ちょっとすごいね。被害妄想も甚だしいね。すごいね。甚だしいけどこれ。すごいでしょ。で結局犯人はトヨコさんでした。もんじゃ焼きキャベツの芯を入れたのは張本人。いやいやもう一人でやってもう。それ。一人でやっててそれ。でこれは何をやろうとしたかというと、トヨコさんとその幼馴染3人共犯ですよ、うん、あ全員共犯なんだ。で月島の結成した東京バーレズコレクションっていうものを、うん、売り出したいと、はい、でも私たちはこの拡散能力ないよね、はい、じゃあ事件にして小五郎とか警視庁とかを巻き込めばマスコミも殺到するだろっていうことでこれを行ったという話ですねやばいなもう全部が安直、計画も安直だし、キャベツの芯でっていうのも安直だし、うん、全部安直だね。だから事件起こすぐらいの大胆さあればなんか他にバズる方法考えれたんじゃないの。うわコナンも言いそう、そういうこと切り捨ててんだこのトヨコさん安直でしょこれ。ちなみにこの4人、うん、トヨコ、エイコ、キョウコ、ユウコ、月島のブーフウースーというメンバーですね。でこのブーフなんだ4人で組んだんですよ、このブーフウースーを、はい、でそのメンバーが行いたいのがこの東京バーディーズコレクションということですね。すごいなということです。いやどういうことだよどういうことブーフウースーがどういうことですか。ないよもうすごっっていうお話ですね、はいはい、じゃあもう一つだけ簡単に、スマイルの里の陰謀という話ですね、うん、なんか全部面白く聞こえちゃうんだな、 なんかもう全部面白く感じるんだけど、湖のほとりにある超高級リゾート老人ホームスマイルの里に招待された少年探偵団、うん、あなるほどね、うん、入居しているさくら、すみれ、ぼたん、あざみの4人のご婦人たちは2週間前、うん、ホーム主催のバス旅行で、うん、米花町を訪れた際に車内から見かけた少年探偵団のファンだと言います。ファンだからみんなを招待しましたよということですね、はいはい、コナンたちは、まあ、みんなそれぞれのおばあさんと触れ始めるが、みんなぶっ飛んだおばあさんのケアについていけず部屋を抜け出す、まあ、ぶっ飛んでるわけですよ、うん、で自然とホームの庭に集まってきた少年探偵団はずっと営業スマイルを浮かべていた、うん、ここの管理人タンゴさんとワルツさんを不審に思い様子を探り始めるというお話ですね。タンゴさんとワルツさん名前がすごいな。これも事件は起きてないですね、今のあらすじだけだとねえ、まあ、あるっちゃあるだろうね、そういうこともね、うん、でこれはまあ、うん、まあらすじとかもそんなないんですよこの微笑み夫妻っていうのがこのなんかドバイに超高級ホテルを購入したいと、で他の老人ホームからのスカウトが来ていた4人、謎のこと言ってますよ、うん、他の老人ホームからスカウトが来た4人その4人スタッフではなくて、要はさっきの4人ですね、老人さん側ってことだよね。そう、この老人さんがすんごい個性がある人なの、うん、例えばあざみさんは入れ歯を人形代わりに腹話術する人すみだ、すみれさんって方はジェットパックを背負ってベランダから湖に飛んだり、いやもうよくわかんないよ。いや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 、これもう博士じゃん、うん、博士すごどっかの博士だよこの人、うん、人なのね。いやいやぶっ飛びすぎだって。もうこれのオーナーが微笑み夫妻なのわけですよ。はいはいはい、はい、で超高級ホテルをこの微笑み夫妻買いたいの、うん、ですがこの他の老人ホームから、うん、このさっきの おばさんたちを4人をスカウトが来てんの、老人ホームからのスカウトなんだよそれ
どういうことそこ。何それ全然意味わかんないんだけど。そんな4人やっぱ引き止めたいじゃないですか。まあまあ、そうか、すごい人たちがね。はいはい。まあ取材とかも来るし、みたいなことかな。だから PR できるし、みたいなね。だから少年探偵団のファンになってたか、4人は。だから引き止めるためにスマイルの里に招待したみたいな、うん。はいはい。そういうことがあって、少年探偵団を呼んでたみたいなお話なんですね。はいはい、なるほどね。でまあその後微笑み夫妻のちょっと悪事みたいなね、だからなんかそういうちょっと老人ホームを使ってこうお金稼ぎをしようとしてたみたいな、はいはい、なんかそういう話があるんですけども、まあ一番の問題はだからこのおばあさんたちですよね。この入れ歯で腹話術してるおばあさんが出てきたりジェットパックでベランダから湖に行く人、行く人なんじゃそれはいやいや全然老人ホームは入んなくていいじゃん。あれだって結構な肉体使うよね。あれ多分ジェットパック背中からバーってやつでしょ背中から足とかからのやつよね。いやそうですよ。いやいや肉体すごい仕上がってんじゃんもうこの人っていう、これはまあもう謎のお話ですよね。こちらも謎だね。謎だね。これえこれコナンじゃん。コナンですよ。いやすごいな、ぶっ飛んでんな確かに。これが浦沢作品と、はいはいはい、呼ばれている作品。だからちょっと説明しきれてないと思います、はい、ちょっとあやなんかあれになっちゃいましたけど、はいはい、まあ見てくださいちょっと浦沢作品で。作品で浦沢さんみたいだ。コナン、20世紀少年の人みたいな。別の作品みたいになっちゃってる。はい、まあこんな感じです。はい。浦沢作品っていろいろあるね。はい、最後まで見てくれてありがとう。ぜひ漫画ちゃんもチャンネル登録お願いします。皆さんいつもありがとうね。漫画ちゃんもチャンネル登録よろしく。メインチャンネルも見てね。はい、明日も楽しもう。またね。ジェットパックはやばい。